はい、今ですね、松山優太のプレキンナイト第1回目が終了しました。走り切ったじゃなくて走り抜けたライブですね。まだまだ歌います。はい、そんなライブを今日盛り上げてくださいましたゲストシンガーです、菊池恒俊さんです。イエーイ。イエーイ。ママムフライで笑ってる場合じゃないぞ。微妙にちょっとずつ違うんですけど、まあそれもそれでいいです。はい、ペイな感じで楽しかったです。予想以上の盛り上がりにはっちゃけぶりを見せてくださいまして、皆さんが優しいね、それにつきます。へい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 、イエーイ、イエーイ、お疲れ様です。恒さんファンってすごい、その声出しとかにすごい、僕のファンが慣れてないわけじゃないですけど、慣れてないとは言わないですけど、でもやっぱり体勢がすごいあるなと思って、なるほど、すぐやってくれる。褒められたぞ、褒められたぞ、こうやってやって、そうそうそう、プレミアムフライデーちょっと違うんです。ペイとペと、そっか、加トちゃんペイいつやろうかみたいな。飛行機雲もだいぶ本当何回目か、もう2回目ですけどね、だいぶ形になって、僕もねすごい浸透してきてるんで、またその今度は逆に呼んでいただいてサックス要員としていろんな曲にサックス入ってるとか、ゴールドの輝きを、ゴールドの輝きを、いいな。俺も飲んじゃう飲んでるけどな。僕としてはこの2人が演奏してるのを見るのもすごい久しぶりで、久しぶり、これはまた楽しいやな。最高でした。ボーイ良かったですね。あ、いいね。もっとやりたかった。次はちょっとマリオネットいきますから。いく。でね、オサックスやる。お、いいね。でね、あれもオサックスやる。あれオサックスやる。2曲で汗だくだったもんね。すごかった。すごいパワー注いでくれてんだなと思って、集中したね。4曲なのにさ、結構軽くワンマンの一部ちょいぐらいまで結構ファンの方とちょっと話したんですけど、それはやっぱりかぶってきたって言ってました。バレてた、バレて、一回かぶったやつ、その前の日のブログのテンションで多分かぶってくるだろうなと予想されてた感じですね。かぶってきたからそうバレるんだよね。さすがです。でちゃんと戻って、メイクアップまたしてね、次も笑わせるよう頑張ります。お笑いじゃねえ楽しい時間ありがとうございました。今後もぜひ絡ませていただける機会ありますので、ぜひこちらこそお願いいたします。イエーイ。というわけで本日のゲスト、菊池恒俊さんでした。宿題やったか。歯磨けよ。さっき言ってるね。ありがとうございました。歌わしましょう。ありがとうございました。飲むぞ。もう飲んでるし。